はいどうもサラです。ということで今回は根血対策の神の木で PVP やっていきたいと思います。ということで、いやーほんとね、まさかすぎますよね。御殿の覚醒が来てと思ったら青ご飯まで覚醒しと、ほんとねフラグメントとかはねガンガン追加されてますし、どんだけね根血強化するんだっていうぐらいね強化されてますが、さすがにねちょっとね既存のね神の木だと結構ねきついなーっていう風に感じ始めたので、ちょっとねその分のねやられた怒りも込めた神の木で今日は遊んでいきたいと思います。で一応編成ははいこんな感じです。もうね青木染めかみたいなそんな感じになってるんですけど、まあリミテッドのねデジットブルーが根血とかに刺さるのはもうね周知の通りだと思うんですけど、復活悟空とかもねやっぱね復活キャラとしては結構ね優秀だったり、まあ根血自体ねあまりまあ緑が入ってなかったりとか、スパサ根血とかにしてもあんまり緑入ってなかったりとかってするので、結構ねまあそんな色振り疲れずに、ね、出しやすいかなというキャラとしてまあ優秀かなと思ってます。であとは5点が追加されたことによって紫2枚選出をたまにされたりとか、あとまあ単純にねアビ全開日2つ乗せた復活ご飯がもう止まらないみたいなね瞬間があったりするので、こっちもね全開日しっかり乗せて、少なくともね紫2枚は出されないように、まあ、黄色2枚っていうのでがっちり固めてます。あとはまあミラー戦とか、まあ普通にね色相性とか、まあなんとなく関係ないようなね普通によくあるまあミライパとかね、なんかそこら辺のパーティーに対して一応ねバドスとかでしっかり出していきたいので、まあバドスも指してるみたいな感じですね。まあ他のね雑多なパーティーに対抗するためにバドスを刺しながら、基本はねもうベースはもう青と黄色でしっかりねもう根血にね対策をねがっちり練って倒しに行くみたいなね、そんな感じの編成でございます。ということで PVP の方に移りたいと思います。よければチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、ということで1戦目ですね。1戦目は普通の根血かな。で一応あとご飯じゃない、5点とかは入ってない形だったんですけど、緑トランクスが出てきてるんでこれがまた重たいですね。いつもの形はですね、僕紫枠でカマロゼとか連れてきてたのであんまりね重たく感じたことなかったんですけど、この戦術になると結構重たいですね。はい、ということで最初は取れたのでとりあえず殴っていき、でアーマーキャンセルでも構えながらと思ってます。はい、で様子一応見ながら、ここでねちょっとね唾液構えてて指離してタックル行こうと思ったんですけど、間違えて唾液発動しちゃいましたね。はい、ということでごめんなさいの中距離唾液になっちゃったんですけど、たまたま入って落とせましたね。はい、ラッキーパンチです、ごめんなさい。でとりあえずここはもうキャラチェンしてゴジブルでタックルとか見ていいかなと思ったんですけど、さすがに突っ込んできませんね。なので必殺構えながらなんですけど、さすがにねちょっと相手も警戒しててうまくいかず様子見ですねちょっと怖い様子見ですね。はい、で相手キャラチェーンアーツしてきましたね。ちょっとこれ次から動き見ていいかななんて思ってますが、とりあえずここはこのまま受けていきましょう。さすがにね全開日も乗っけてるので結構ねゴジブル君も固くは出れるんですが、にしてもこのトランクス、これ特殊を絡めるとめちゃめちゃコンボつながりますね。で多分メインまで切ってくると思うので、どれだけ受けるか。はい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 、もらっていき、ここ前と、いや痛い、こんだけ硬くしてもガンガン受けますね。でとりあえず相手アーツないと思ったので、その攻めてここで、ね、必殺かぶせたかったんですけど、なぜか必殺打ってませんね。なので回避を見してってところで決まってくれて、ではい、ここでねちょっとね相手先となんだっけキャラチェンアーツ打ってきてたので、何かしらで、ね、やってくるかなと思ってやってみたら成功しましたね。はい、ちょっとねリスキーなプレイだったのであんまり良くないかなと思うんですけど、決まったのでラッキーですね。でここ早くも究極切っちゃったのは、まあ、親子ご飯でもワンチャンね落ちるかなというのと、相手最悪復活ご飯変えてきてもこれ確定で落ちるので打っちゃいました。はい、で相手変えてきたので落ちましたね。うん、どっちかというとあのまま居座られて親子ご飯で受けられた方が落ちるかどうかちょっとまだ微妙なところだったので痛かったですね。うん、落ちてたらまあかなりラッキーだったんですけどね。はい、で最後ポコって全開日乗っけてるベジブルは強いと、色相性はまあ関係ないですねこうなると。はい、で一応見入って回避して、相手跳ねて、着地のタイミングに合わせてとりあえず究極でも打とうかなと思ったんですけど、そのいなされたので打ってって、もうライジングでいいですね。はい、というところでコウさんです、対戦ありがとうございました。はい、ということで2戦目は来ました、スパサ根血ですね。どっちかというと純正よりこっちの方が髪の毛的にはきついです。
で、初手タックルから入ってみて、で、相手唾液被せてきたら、範囲特殊で飛ばしてやろうと思ったんですけど、さすがに釣られませんでしたね。なので、キャラチェーンで相手のシャイキーかタックル見ようかなと思ったら、タックル来たので、ここは被せちゃいます。で、殴ってって、とりあえず必殺前ですね。で、ちなみに今回ね、久々後付けしてるのは、ほんとね、根血ばっかりね、取りたかったんですけど、根血当たらなさすぎて、ちょっとね、後付けしてます。で、一応、相手の、なんだっけ、シャイキーとかもあって、またね、アマキャンでもやろうかなと思ったんですけど、相手で唾液でそのまま遠距離から突っ込んでこられたので、唾液合わせて、で、中距離必殺をさすがにちょっとね、とがめさせていただき、そのまま繋げると。で、一応、よだめ積んどいてガツガツ殴ってっていいかなと思ったんですけど、ふと思いました。相手多分これ回避入れるなと思ったので、はい、欲張り特殊で聞こえたので、ライジングと。うん、これ最初からやるんだったら、メインでやればよかったですね。で、特殊取っといて、うん、そのまま特殊選ぶとかでもよかったかもしれないです。わかんないです。はい、ということで、まあ、とりあえず決まったので、これで欲張りからの、しっかりとピンポイントでバダを落とすと。バダが重たいのでね、こうやって落とせると非常にラッキーですね。あ、で、ちなみに、今回、コッページ連れてきてるんですけど、スパサ根血ね、ほんとね、火力高すぎるので、さすがにね、コンボ止めたいというので、僕はゴジブルじゃなくて、コッページをこの時は優先してます。普通の、根血の時は、ゴジブル連れてきますね。はい、ということで、はい、とりあえず、ここまた仕方ないので、黄色で受けますと。ちょっとね、やっぱ紫がいないと、この緑がいるときは結構しんどいですね。はい。で、とりあえず接近して、まあ、変にね、ライジングとか被せられないように、ちょっとね、ゆったりと狙いながらなんですが、うまくいかないと。はい。で、しっかりね、構えたつもりがね、お刺さらずに普通にね、タックル直撃するというね、手痛いミスですね。はい。ティアムなし受けていくんですが、スパサ根血のね、緑枠から受けるダメージはさすがに痛いですね。はいはいはい。で、相手ライジング溜まってるので、これさすがにゴッページには帰れないので、そのまま居座ってます。はい。で、はって聞こえたのラッキーですね。で、とりあえずちょっと時間稼ぎで、はい、こっちと。で、特殊消えちゃったらもったいないですね。はい。とりあえずボール回収とかも兼ねて、レジブルでガンガン殴っていき、はいはいはい。まあ、繋げていき、で、一応ゴッページチェンジで殴っていき、で、相手強気に出て、そのまま、射撃キャンライジングとかしてこないかな、なんて思ってたんですけど、さすがにそんなことしてきませんね。はい。で、釣られてなんか変な風になったら嫌なので、一応あそこ必殺、まあ一応有利属性なので無理して受けちゃったんですが、はい。ここでキャラチェンアーツ入ってくれたのでかいですね。キャラチェンアーツというよりは回避読みですね。回避読み入ったのでかいですね。で、一応、ボールがガンガン溜まってるのはすっごく美味しいですね。これをなんとかもう一周ぶち当てて、勝ちまで持っていきたいとこですか。はい、ちょっと足りない。ずらして、怒って。あと一発。トランクスは避けて、ちゃんと見入って。ただこれ跳ねてましたね。音声聞こえませんでしたね。で、避けて、一応避けて。相手跳ねたの見てから、はい、回避や強みで一応打っちゃいます。トントで、一応もう直当てになります。ミスりますちょっとビビって避けちゃいました。で、また直当てになります。間に合わないとさっきからそうなんですけど、タックルかぶせとかもそうですが、ちょっとね、この時ね、反応がおじいちゃんすぎて間に合わないということで、恥ずかしいですね。はい、さすがにこっちから打って、相手先から結構即圧だったのでと思ったんで回避したんですけど、はいはいはい、ドカバキからなんとか勝って、これでようやく落とせますね。ドンと。で、このまま一応ちょっとずらしながら、なんか中距離でゆらゆらしてライジングかぶせたろと思ってます。はい、狙います。来たー来たー、今度こそ当てたぞっていうところですね。相手最悪ね、中距離で、ね、特殊をぶっぱするというね、ちょっとね、ミスプレイに走ってくれたら、そこにもね、直当てできるのでいいかなと思ったんですけど、普通に当てれましたね。で、ただ読まれると。一応様子見しながら、とりあえずメインとかも切って、早い回避から交代特殊でもやりたいななんて思ってます。はい、単発に釣られちゃったんですけど、とりあえず相手跳ねそうだったので、そのぶっぱしたら入ってくれましたね。はい、でとりあえず殴ってチェンジして殴って、ドンと。で、とりあえずずらしメイン打って動いてますね。だって相手避けたの見てから、とりあえず究極でも当てようかな、それかアマキャンかななんて思ってぴょんぴょんしてるんですが、
ここで最速が取れたはず最速が取れたはず、取れましたね、ということでフィニッシュですね。対戦ありがとうございました。はい、最後は一応生でやろうと思うんですけど、まさかのね、このパーティー使ってる時一番与えたくない再生に当たりましたね。最悪ですいや、ガチガチの再生ですね。まあ、ただ覚醒ピッコロの強さが見れるので、まあ、そういう意味ではちょうどいいですが、受けると、うん、それは入るね。とりあえずボール回収しちゃおうか。うん、あんまり火力は出ないのは分かりきってるので、とりあえずボール回収しつつ、これキャラチェンさせちゃおうか。はい、それは止めさせていただき、はい、タックルでも来るかな。おお、チェンジしてくる。おお、びっくりしたびっくりした。あー、回避だった。ちょっと今ヤンキーすぎましたね。おお、そのまま来るんだ。はい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 。適当に特殊でしょ。読めない。必殺もう一枚あった、痛いね。ということで復活はとりあえず剥がれちゃったけど、まあよし。ずらしタックル、即余計。ちょっとアーツがないアーツがない。無理やり決めましたね今で。多分ベジブルの方がさすがに火力出るので、ベジブルでちょっと殴っていこうか。いや、これゴジブルチェンジでいいか。ちょっと殴れるとこまで殴っちゃって、ゴジブルチェンジで殴っていき、あ、変えてくる。落ちるかこれ硬すぎて落ちるかな。いや、必殺選びたいな。うん、とりあえず火力取ったらなんか読まれそうなので大気選んでみましたが、うん、まあ、とりあえず通りましたね。必殺込みだからさすがに落ちるか。ほいさ、オッケーオッケー。ということで、いや、相手なんかそのアーツぶっぱしてきそうだな。してこない。メインで見られたから回避量、あれ間に合わなかった。はい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 、痛い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 、落ちる落ちる。中級射撃、即メイン、即圧力か、あ、ドカバキ。はいはいはい、下手くそすぎる下手くそすぎる。射撃見えたらベジブル、うん、壊してくる。はいはいはい、ラッキー、噛み合ってく。とりあえず火力取っちゃおうか。ドガンと中距離止める。はい、ルイ、オッケー。よしよし。とりあえずじゃあ究極まで。どれぐらいいくかな。相手強大な敵じゃないから、まあそんな入んないのが痛いですね。ドド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 ンと、とりあえずベジブルでいいか。ああ、アマキャンできないアマキャンできない。ああ、なんか回避入ってない、なんてこった。これはあれですね、夏場特有の妖怪手汗ヌルヌルですね。あ、やられた。やばい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 、落ちる落ちる。いや、これアマキャンしても落ちるな。あ、最速でかすぎ。はいはいはい、とりあえず殴っていき、殴っていき、チェンジしてくる。これちょっと釣ってみるか。あ、釣れない、残念。あ、最速でかすぎそこの最速はやばい。 OKOK、 キャラチェン即余計交代。あ、やばい、バッテリー出ちゃった、ごめんなさい。まあ、ただどっちかというと被害はこっちだった。はい、パンしてドガン吹っ飛ばして、即余計じゃない、マジでなんで単発入ってんだ手汗やばすぎる。ちょっとこれやばいやばいやばい、操作できない操作できないちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい、負ける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 。単発単発、避ける
あ、やばいやばいやばい。もうめちゃくちゃであるけど、なんとか勝ったっぽい。オッケーということで。なんかひどい試合だったけど、対戦ありがとうございました。はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。ということで、なんか最後ね、事故ってね、なんかギャグの試合みたいになっちゃったんですけども、まあそんな感じでね、一応まあ今決相手さらっとね、あの2戦は紹介したんですけど、この他でもあと3戦やったのかな、このパーティー3戦やって、とりあえずね全勝できてるので、まあまあまあ結構ね、戦い普通の髪の毛に比べると戦いやすいのかなとは感じました。ただやっぱりそうだな、まあミラー戦とかもやっぱり前回日の際戦いやすいけども、それこそ最後に紹介したような再生とか腎臓とか、まあ、赤枠が結構強く出れるようなマッチングとか、そこら辺相手がかなりしんどいなーって印象ありました。で、あとは未来かな、未来はやばすぎましたね、ちょっと正直勝てないなって感じました。なのでまあ環境を見てね使うのはありかなというね、編成として心にね留めておいてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバイ。